Nominami! Sarai padrone del gioco.
皆さんこんばんは、ジョン・カビラです。フットボールファン待望のエキシビションマッチボローニャ、本日の解説には中西哲夫さんをお迎えしております。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。さあ、前半戦開始の笛が鳴り渡りました。今日の試合どのようになりますでしょうか。注目です。これをカット。さあ、自分で行くか。エリア近くまで来た。デルピエーロ、デルピエーロ必死のディフェンス。これチャンスですよ。仕掛けるか。自ら狙っていった。体を張っている。スローインです。さあ、スローインからネトレト、左サイド中に入れた。浮き球をシュート。あっと、このボールは逸れてしまった。
カルド。14番パスが自分にか。トルッチ、うまくカットした。トレセゲ、デルピエ仕掛けるか。中央から上がっていく。ザッカルド、タムエ、チニオール、トルッチ、チニオール切って、デルピエ中央突破で来るか。14番チニオール、今日の立ち上がりご覧になっていかがですか。かもなく不可もなくといったところですかね。はい。カモラネージ、デグロッターリ、タッキナルディ、テュラン、右サイドに展開、左へ振りました。中へは入れさせません。あっと奪われてしまった。ここから打った。前半15分が経ちました。キャッチされた。ナイスセーブですね。はい、よく動けてます。ここでファールの判定です。通しません。大きくクリア。14番ザッカルド、タッチラインを割りました。